愛媛、香川、徳島、高知、勝手に四国観光大使チャンネル。はい、ST48空香こと坂木美優です。よろしくお願いします。客の質問、頑張ります。18歳、静か、一人が好き。なんか意外と面白いみたいな。炭酸水を飲むこと。チーズとアイス。ない。夏、曇り、大阪。体重が減った時、舗装さフェチ。ピンク、明太子。全くなかったです。悩んでます。香川のお母さんと行ったカフェ。あれ何やったっけ、あれ何やったっけ。わかるんですよ。行きましたもん、私。暗闇の時に行政しました。あー、それです。多分悪いと思います。こっちも怒る。絶対ネガティブ。舐められたくない女メイク。なんか お母さんかお父さんに怒られてスリッパ投げられたこと。みゆですね。あと弟にはお姉って呼ばれてる。お父さんって言われるけど、お母さんにも似てるとこある。絶対陰キャ。O、 大型、松派。何もしたくないと思います。四国の愛媛。おお、目と眉毛の目と眉毛の間。香川県の小豆島。ちん大好きなオリーブオイルとか、おしゃれなカフェもたくさんあります。なんだろう、でもそれもオリーブって言いたいところですけど、オリーブばっかり言いすぎなので、徳島の徳島ラーメンも好きだしって感じです。マジで平和なところ。鶏天うどんか天かすをめっちゃかけたうどん。でも隠れたカフェがいっぱいあるところ。お土産、あ、骨付き鶏のなんか冷凍お持ち帰りできるのが、家で楽しめるのがあるんですけど、それがおすすめです。鯛めし。何々や県って言います、香川は。それが好きです。やっぱラーメンが美味しいところ。なんか道後温泉の商店街みたいなところが楽しいところ。近くのドラッグストアとかスーパーが好き。めっちゃ昔に行ってカツオがめっちゃ美味しかった思い出があるので、それです。阿波踊り大好きな人って、ほんまにいろんな種類の人が集まってるところ。もっと瀬戸内の皆さんに知ってもらえるようになるっていうところ。なんかこんなしょうもない人間ですけど、いつも仲良くしてくださってありがとうございます。やっぱ四国なので、その四国にお出かけしたりできる時が来たらいいなと思います。やっぱり香川ですかね。あ、松本明子さん。四国はものすごくいい場所だなと思うので、皆さんも四国で頑張っていきましょう。藍染め。はい、得意料理は美味しいパンです。口癖はなんかとかですかね。なんて言うんやろとか。なんて言うん、食欲を減らしたい。もうなんかゆっくりしたい、動きたくない。自分の将来が不安なこと。顔、床で寝転ぶ。あ、陸上部に入ってめちゃめちゃきつかったこと。なんか心配な仕事の前の日とかに心配すぎて泣いたこと。テレビとか喋る系で不安だった時。
シロロ、几帳面に見えて意外と大雑把かもみたいな。あ、子供の頃家で大音量で歌ってたら近所の人に丸聞こえだったこと。猫。え、コーチ、こう赤い橋。え、わかんないです。なあ、アイドル。ね、振り覚えの速さ。家でめっちゃ叫びながら泣く。ない。もうあらゆる今女の時に思っていたこと全部使ってモテまくる。体重測る。したことないです。ハムスターってよく言われます。あの、身長が低いのであまりダボっとしたのを履かない、着ない。ブルーベリー、ない。ダンスか、ダンスにしたわ。ダンスです。ね、坊ちゃん。なんかあの美容系 YouTuber の車谷瀬奈さん。 LINE、 ひょだおいちゃんと谷口まひなちゃん。心配すんな。でもなんか楽しそうな人が多そうだと思います。なんかわかめとか、なんかずっと揺られて、なんか人間ではなさそうだなって思って。でもなんか人と話を合わせるみたいな嘘をついたこと。 YouTube、 ヘラヘラ三銃士さんとか、テンチムさんを見ます。と、香川と、香川県と岡山県。空間。YouTube 見て笑いました。影井ひろきさんの動画を見て笑いました。昔お母さんに誕生日に色付きのリップクリームもらった時めっちゃ嬉しかった。東京に一瞬で行ける魔法。なんか、わかりません。可愛いって言われること。コミュニケーション力がいること。元モーニング娘。の道重さゆみさん。とりあえずなんか喜ばせられるパフォーマンスをきちんとすること。ミステイのオーディションに合格した時、茶髪にしたい。わかりません。いつも応援ありがとうございます。100の質問どうでしたか。あの、面白かったですか。また見てください。今日ね、サプライズがあるの。はい、前さ、100の質問やったじゃん。はい、改めて発覚したことがあって、はい、私が四国バカだったじゃん。でも、はい、私が四国バカ2になったの。え、で、はい、その1が、はい、マイク。え、私が2じゃない。私が2。え、同じ点数ですけどね。違う、私の方が。え、そう、1点だけ高くて、私がバカ2なの。バカは知らないですよ、そんなこと。なんで知らない、知らない。だから、その称号をあげる。え、これって、はい、みんな違いましたか、本来。全部一緒です。え、本当ですか。え、それです。結構一緒。じゃあ、瀬戸大橋は何県と何県。わかるよ。え、ちょっと待ってください。瀬戸大橋は2つあるよね。え、1つずつ言おう。じゃあ、つないでる方のつなぎ目からいこう。つなぎ目。香川。正解は、岡山。
よかった、バカじゃなかった。学習してない。けど、岡山って気づいた。今度、改めて一騎打ちで戦おうよっていう。いいですよ、招待状みたいな。仲良く行こうや。仲良く行こうや。